皆さん、こんにちは。絵画こと買取プロ、周荷道の金子でございます。2023年もよろしくお願いをいたします。こちら、宗像志功先生のお作品ですね。 はい、宗、えー、方の作品もですね、あのまあ、ご承知の方も多いと思うんですが東急百貨店で鑑定が行われていたんですけれどもその東急百貨店があの、まあ、本体のこうビルがですね建て壊し、建て直しになりましてですね、今まで窓口を担っていた場所がですね、まあ、なくなってしまうということで今、 その移転先が検討されているところでございますですので、宗像志向のこういう鑑定登録というのが一時的に中断になっているわけですけれども、でもう昨年の秋からずいぶん長い間待たされているわけですけれども、なかなかですねあちらもご事情があって、ですねなかなか決定しづらいというところがあるみたいでして、どうも春ぐらいまでですねその次の期間決定するまでにかかるのではないかというふうに言われております。 えー、私どももですね宗像、あのーまあ、志功先生の作品はですね非常にたくさんあの官邸の登録のご依頼もあるもんですから。 えー、なかなかです、ね、あの鑑定登録が再開されないと、お買い取り、えー、あるいは評価にもです、ね、影響が出てくるところもあるんですけれども、えーまあ、ただ、私どももあの実績がたくさんございますので、宗、えーまあ、方志向の、えー、使っていた紙ですとか、あるいは印鑑、印鑑の色ですとか、えーまあ、印鑑の形ですね、まあ、そういったものも総合的に判断してです、ね、登録、鑑定がない場合でも、お買い取りを実施しております。 えただまあちょっと微妙なあのものもですね我々で判断しづらいもの私たちはいいと思ってもですねえ登録の場合にえダメだと言われるとやっぱりこれはあダメになってしまうものですからそういった少しちょっとグレーなものについてはですねやはり念のため登録鑑定してからお買い取りをさせていただいておりますえですのでまあ私の方が見ても100%間違いないと思ったものはえ買い取りさせていただいてますでそれでまあちょっと難しいかなと思われるもの一応確認が必要だなと思う。 ものはですねちょっと先送りして、えー、春以降の鑑定が再開されてから以降の、まあ、お買い取りということで、えー、やっていきたいと思っておりますのでご了承くださいませ。 室方志光先生の作品、私どももきっちりと評価してお買い取りをしております。えー、まあ、登録、鑑定が必要な場合もあるんですけども、私たちで判断して、もうそれでオッケー、OK、というものもございますので、まず、えー、お作品をお持ちでしたらあー、開発こと買取プロへお問い合わせいただきたいと思います。 私も、えー、ずいぶん長く村方先生のお作品を、えー、取り扱ってまいりましたので、えー、ノウハウは心得ております村、えー、方志向先生のお作品買い取り、えー、まずはこちらのフリーダイヤルでお問い合わせいただきてますように、えー、皆様のご連絡今年もお待ちしております